お家で小声動画永遠聞いてください。太陽が届かない、大きな影から伸びた枝葉はどこまでも登って宿す光、何もかも失って借り物の衣装じゃなく一から一つずつ集めたお気に入りをまとえば世界は軽く彩る、諦めずに掴んだもの、永遠を探してまだ見ぬ景色を一緒に見つけたい。身も心も声も消えてしまうような深い孤独もいらない。小さな輪の中で繰り返す似た話、背は伸びて開ける扉は選んでゆける、手に託されてく知らぬ間に増えてく荷物、両の手は塞がり立ち尽くす私の気持ちはどこへ、常識や広告が揺れて見えない、言えない、まっすぐに可能不可能も一緒に飛び越えてゆけ、身も心も声も消えてしまうような深い孤独もいらない、まだ見ぬ景色を一緒に見つけたい。身も心も声も消えてしまうような深い孤独もいらない、もういらないから。ありがとうございました。シーシャでした。バイバーイ。